能と鉄道 NT100 型と急行、のと路1996年11月1日廃止を前に運転されたリバイバル能と路がリレー号、能と小いと並ぶ鈴駅は、かつて石川県鈴市の野江町にあったのと、鉄道能と線の駅。2005年、能と線の廃止により廃駅となり、駅舎は一時保存され、鈴市が待合室並びに駅事務室を改装の上を置く、 のと鈴成なり市場と少子地元特産物を販売していた。その後、2008年末に市が、県車庫等の付随施設も、毎週、さらに翌2009年1月から2月にかけて、駅舎ごと取り壊し、多目的広場並びに駐車場、また前日の市場に付随した、バスターミナルとバスの車庫を建設、2010年4月3日に、道の駅鈴成なりとして生まれ変わった。 島式ホーム一面二線を持つ地上駅、直営駅だった。側線や車庫が設置された主要駅で夜間大白も設定されていた。列車運行上の節目となる駅とされ、当駅発着、または長時間停車する列車が数多く設定されていた。なお駅舎からホームへは、構内踏切で数本の線路を渡る。駅舎は平屋建てで、 駅裏に位置する石川県立伊田高等学校や涼し市総合病院にへ向かう人々のためにホームから直接出ることのできる出入り口が設けられていた。廃駅後も駅を隔てる南北の往来に事弁を図るため毎日午前8時から午後5時までは徒歩で通り抜けできた。石川県統計所によると廃止前までの1日平均乗車人員は以下の通り。かつては 西日本 JR バスの路線バスが同駅構内に乗り入れていた。現在は北陸鉄道グループの子会社である北鉄奥野戸バスが車庫を設け、一部一般路線の他、金沢市方面へ向かう特急バスも発着する。廃駅までのバス停留所名は鈴駅前で、廃駅後の2005年4月1日以降は市街地循環バス並びに小屋線を除き、昭和京都解消された。 2010年4月1日以降は全ての路線で鈴なりと手前に統一された。ありがとうございます。